どうも、どうぞれです。はい、ということで、本日もですね、こちらクラッシュライル、あ、違う、クラッシュライル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、皆さん、お久しぶりでございます。今日はですね、ちょっと私、最近、マイクラの動画ね、毎日上がってるのに、クララの動画全然上がってねえじゃねえかと、おい、どうぞれ、お前、クララ捨てたんかって、コメントがたくさんついていたんですけれども、捨てたわけではございません。体調崩しておりました。あのね、マイクラはね、結構ストックがあるんですよね。結構1週間後とかまで撮ってたりするんですけれども、クラロンは結構直前とか当日に撮ることが多くて、まあ、体調崩すとクラロン動画がお休みされてしまうという、本当に皆さんにはご心配をおかけしました。まあ、時期が時期なんでね、ちょっと私自身も、あれ？これやっちゃったかと。某ウイルスかもしれないって言ってね、すごい心配になったんですけど、ね、症状的には、コロナウイルスとか風邪とかではなくて、まあ、ちょっと疲れが溜まってしまったのかな。私昔からですね、結構無理してしまうタイプでして、無理しすぎるとですね、本当にもう体が悲鳴を上げて、体調不良になると、いうところでですね、3日間ほどずっともうベッドで、寝ておりましたが、もうツイッターも YouTube も一切開かず、寝てたんですけれども、3日間寝たら、なんとか復活いたしましたので、今日からまあぼちぼち頑張りすぎないようにね、皆さんもあの今、まあ、時期が時期ですので、免疫力とか低下するとね、本当に怖いんですよ。疲れが溜まったりストレス状態にあると人間免疫力が低下するんでね、しっかり寝て、しっかり食べてね、元気に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。というところで、今日はですね、まあ、復活、まあ復活して1本目の動画というところで、結構ね、私ももう YouTube6 年ぐらいやってるんですけど、やっぱ1日2日動画を撮らないとですね、ちょっとやっぱ緊張するというか、なんかね、こう違和感があるんですよ。わかるから。なんだろうね、こう1日2日やっぱ休んじゃうと、復帰にやっぱ皆さんも土日休むとさ、月曜にちょっと、あ、学校かーみたいになるじゃないですか。それみたいな感じで撮影かーみたいになってるんで、まあぼちぼちやっていきましょう。で、前シーズンはですね、ちょっとどうするお前トラゲどしたんかっていう話なんですけど、前シーズンはね、展開いけませんでした。結構頑張ったんですけど、あれ前回のシーズンが6900ちょっとで終わったのかな。あ、え？前シーズン、あ、66で最後終わったのかな。6930ぐらいまで行きました。で、展開まであと1本のところまで行ったんですけど、届かずで、まあ、キヨキヨさんにも最多トロフィーが抜かれてしまってですね、私はもう今、絶望のどん底というところなんですけれども、またね、抜かし返せるように、目標ができることはいいことなんで、抜かし返せるように頑張っていきたいと思います。で、ゴーレムずっと使ってるんですけど、まだ、バランス調整は来てないんですよね。バランス調整ね、最近のトレンドとしては、1日後に来るんですよね。はい。次の日に来ることが最近のトレンドなんで、あ、新しいアリーナになりましたね。そう。シーズン終了して、次の日、だから今日おそらくバランス調整が来るんじゃないかなと思います。マジックアーチャーがね、もうほんと鼻くそみたいになるっていう噂ですけどね、マジックアーチャーがキングタワー起動もここでできるようになるし、キングタワー起動もしやすくなって、かつ、なんつったっけ、なんか射程がめちゃくそ短くなるみたいな話ですよね、噂によるとね。さあ、ここは相手ジャイアンティーですね。ジャイアンティーコットン100。ジャイアントはですね、まあ、後ろからケツジャイ出してきたら、こっちもゴーレム合わせていくんですけど、これきついよ、これきついよ。もうエリアドしか取られんすね、こんなん。プリンスとかの短期が結局きついんで、この後のジャイでタワーが折られてしまうという感じですね。そういえば最近トレンドでさ、びっくりしたのが、なんだったっけ、東京脱出だったっけ、東京脱出っていうトレンドが今トレンド入りしてて、ツイッターで。マジでやめろって思いますね。ほんと。テロもいいところよ。自分が症状なくてもね、コロナウイルスとか、まあ、ウイルス系全般そうなんですけど、自分が症状なくても、無症状でもウイルスを持ってたりするんですよね、少なからずね。それで今東京で流行ってるコロナウイルスがね、全国各地に散らばっていったら、もう本当に各国それでやられてますからね。だから個人的には東京をね、完全に封鎖して一般の人は出れないようにすればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そこまでは政府はしないらしいですね。まあ、でもどこまでするべきかっていうのはやっぱ専門家の人たちの意見を聞いて政府が決めることなんでね、私はなんかああしろこうしろとは言いませんが、まあ、ただちょっと全国に広がらないかっていうのはすごい心配ですね。でもずっと家の中だし、私も髪の毛切りたくてもさ、美容室にも行けないから、もう本当ストレスがたまりますね。さあ、ここまで、試合はかなり押されております。で、ジャイに対しての立ち回りとしては、この1分までなるべく耐えてこっから勝負に出たいんですけど、多分ここでジャイ足されて終わる、ジャイ足されて終わるんですよね。分かっててもどうすることもできねえ。
僕はなんとかタワーギリギリ1ミリぐらいで耐えてくれて、でカウンターのこのゴレにつなげたいですね。このプリンスが強いんですよね。このプリンスがどうにもならんので、いや、いいファイボだね。ライトニングを打ち散らかして、さあレイジ状態のベビドルがあとは溶かしてくれるのを待つだけ。頑張れ頑張れ頑張れ、もう一発もう一発、いやー、もう一発しても意味ねえか。ちょっとこれ負けちゃいましたね、残念ながら。さあラストチャンス、ラストチャンス、ここは一発でもあと入れればライトニング圏内にはなるので、いやー、ダメだったか。いや、ちょっと序盤のね、あのプリンスとかダークプリンスとかにエリアードを取られてしまったので、まあ、どっかでやっぱタワーで受けるとマイナス22、あ、そっか、トロが低いからか。はい、どっかでね、あ、てか相当トロ低いな。いやだ。まだシーズン始まったばっかりということにしておきましょう。そう、どっかでね、やっぱジャイ相手には今みたいな感じで丁寧に受けるんじゃなくて、どっかのタイミングでゴリッといくタイミングが必要になってくる。やばいな、ちょっと復活動画いきなりで3連敗とかやめてくれよ本当に。いや、私もね最近ちょっと自信喪失してて、トロも上がらないし、トロが上がらないとマジでもうね、なんかお前生きる価値あるみたいな。それは言い過ぎかもしれないけど、いやマジでね、クラロワで負けるって本当存在意義を否定されてるぐらい、気持ち落ち込みますよね。いやー、インドラいんのか。ゴレでインドラ入れるって、もうそれやばいからね、それ裏切りよ、ゴーレムの裏切りよ。まあでもテンプレに入ってないっていうことであんまり強くはないんだろうけどね、インドラ入りゴレは主力にはなってないですが、ただやっぱ嫌ですよね。さあここはちょっと無視してタワーで受けて、いやー、どっちにしろきついな。ここはオーブンを受けながらゴレ展開しましょうか。ゴーレム対ゴーレムはもうゴレ当ててった方がいいんで、なるべくゴレを当てていきたいんですけど、相手のインドラが本当に厄介ですね。ライトニングを打たないとあのインドラどうにもならんのですけど、序盤2分間はやっぱライトニングを打つ余裕相手も作ってくれないんで、あ、でもここでゴーレム展開してくれないんだったらあるよ、ライトニングチャンス、ライトニングチャンス巡ってこい。よし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 、厳しいか。よし、ライトニングチャンスでライトニングが打てたものの、ただゴーレム溶かされた後でしたね。あれが溶ける前にライトニング打ててたらかなり美味しいんですが、いやー、ここきついな。ちょっとさすがに無視できないんでベビドラ当てつつ、このベビドラに相手がコスト使ってくれればいいんですけど、さすがに使うか。いやー、ゴレで受けるよなってなると、おっ、オッケーオッケーオッケー、ベビドラが、ベビドラがまさかのゴレ無視、いいよ、熱いよ、そのベビドラ、もう一発、よしよしよし、まだライトニング圏内ではございませんが、あ、これライトニングずれたくね。うわ、最悪だ、このライトニングが最悪の極み、最悪極まれるでしたね。なんとか11効果に持ち込みたいんで、このバッカダメージプラスのライトニングで、いやー、ちょっとやべえな、全然いいとこなしですね。こっちにしろライトニングで落とさないといけないので、ここはなんとか耐えてくれ。さあミニペイ、ミニペイを耐えれるか。いや、なんとかなんとか耐えて、よし、ギリ、いや、でもギリギリだな。相手呪文なんだっけ、トルネのみかな。ちょ、もうこれ右からゴーレムいきます、右からゴーレムいって、よし、こいつはもうしばくしかねえ、相手の後衛ユニットが足される前にしばく。よしよしよし、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン見えてきた。ライトニングがここで炸裂、ライトニング圏内にするわけにはいかんのでね。いや、ワンチャンあるよこれ、ソラユニットで全ぶっぱして、さあなんとかユニットが残る。さあここは陸ユニットを抑えて、さあランバーが
ランバーが走り込む、いいよ。さあ防衛のライトニング、これは相手ゴーレムすかさず出したくなる、なるすかさずゴーレム出したくなるなるケンタッキーですが、一回受けに回るってなるとこっちのターンですね。さあインドラだけでもよしよし、熱い。相手は多分トルネードしてくるんで、オッケー決まったんじゃない、大逆転、世紀の大逆転。さあランバーが走り込む、いった、あざっす、危ねえ。これでもうちょっとね、今の戦い負けてたらもう私引退してました、はい引退が軽いんだよな、引退が軽いですが、そういえばね、最近私ずっとこの家で撮ってるんですけど、家で撮ってる時に画質がめっちゃ悪かったんですよ。本当に私自身の画質が落ちたんかっていうぐらい、もうめちゃめちゃ画質悪くて、なんか昭和じゃねえみたいな、ね、昔のビデオみたいみたいな感じですげえコメントで言われてたんです。私も原因わかんなくて、いやなんでこんな画質悪いのかなと思ったら、さっきね設定見直してみたら、めっちゃ低くなってた画質が、多分今日から高画質ドズルになってるんじゃないかなと思います。はい、今日から高画質ドズルになってる人は、あ、高画質ドズルさんですねってコメントしていただければね幸いでございます。いやー、このミニペサシは痛いな普通に。嘘でしょ、そんな趣味悪いことする、これはもうちょっとおきですね。ケツマスケに対しては結構ケツゴレは有効なんですけど、今みたいな端前ミニペからのインドラって、もそれはサッカーインドラに好かれてますね。今回タワーレベル12、うお、ゴレ流行っちょんのか、インドラゴレが流行っちょんのか、それとももうこのトロ隊で揃っ、わかんない、ゴーレム自体がねそんなにこのトロ隊いないと思うんだけど、年季の違いを分からしちゃる。いや私ね体調悪い時にずっとベッドにいるじゃないですか。でもうツイッターとか YouTube とかも開く気分じゃなくて、何してたかっていうと、うわっ、いいザップだな今の。ずっとね漫画を読んでたんですよ。で今回ヤクネバをね、ヤクネバを、約束のネバーランドっていう漫画があるんですけど、皆さんぜひ見てください。私のおすすめの漫画なんですけど、ヤクネバをもう一巻から最新話まで見てしまって、まあ、ヤクネバはね、もう一回見てたんで、最新巻、お、そっち？最新巻4つぐらい見てなかったのかな？ 4 巻ぐらい見てなかったんですけど、1から見直して、さらにキングダムもね、今1巻から読み直してます。キングダムはもう3週目ぐらいだけど。キングダム面白いですね、何回読んでも。すりつぶせいっつってね。さあ、ここは、ランバーうまく生き残って、インドラを警戒してソラユニットをガンガン足していったんですが、インドラ出てこないっていう。いやー、これちょっと相手ライトニング、いやー、これやりすぎたかな、このゴリラやったな。いやー、ライトニングどっちもライトニングギリギリ残って、いやーこれちょっとやっちまってるわ、いろいろ。もう左もライトニング圏内なんで GG ですね。はい、というところで、今日はですねちょっと復帰戦ということもあり、ボコボコにされてしまいました今日ほんとひどかったな、今日過去一下手まであった。ちょっと話に夢中になってしまってね、すりつぶされてしまったわけなんですけれども、またちょっと元気に、クラロー動画も上げていきたいなと。今日は復活しましたというご報告でございます。皆さんにね復活しまして、ご心配をおかけしましたと、いう、もうちょっと雑談メインの、トラグ動画になってしまいましたが、またね、クラロー動画も1日2本は、上げていきたいなと思っておりますので、ぜひ、他の動画もチェックよろしくお願いいたします。今日はもう1本は非強度を上げる予定でございます。というところで、じゃあ本日の、動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。皆さんも体にお気をつけて、バイバイ。